どうも、関西クラクラクラブのコミです。さて本日もアポロ88さんからお送りするんですが、今日のお題は、防ホグです。ボーラープラスホグライダーですね。でこのアタック、タウンホール11以下のクラスでかなり、全開を取りやすい、戦術の一つと言えるんですが、今回見てもらうのは12です。なんですけども、防ホグと言いながら、私が今回の動画で一番見てほしいのはサイドカットですね。本当にこの防ホグを成功させている理由はもうサイドカットにあり、と言ってもね、もう本当過言ではないぐらいめちゃくちゃねうまいサイドカットから全開が生まれてるんですね。まずはこれ網対通算のアタックをちょっとねご覧いただきたいと思います。こんな配置ですね。で、防ホグを入れるための前段階としてライドラ2体とボーラーを使ったサイドカットを展開していくんですが、どっから行くと思います？これこの配置を全開するのに、今回ね、9時方面から入ってくるんですよね。で、そうすると、こういうところにね、ユニットが流れちゃうじゃないですか、今度引っ張られて。これを削るために、まずライドラ打っていきます。10時方面からライドラ。さらにこれから8時方面の今ね、サークルが出ているところのアチャトーに対しても、ライドラを当てていきますね。で、こうすることによって、ここを壊していくんですね。今壊れましたけど、ここ。このアチャ島とここの、迫撃砲、これを壊すためだけのライドラといっても過言ではないぐらいの、このライドラです。すごいね、もったいないと思うかもしれないんですけども、この効果があるからこそこれから生きるんですよね。で、ボーラーが今見てください、ここ、このアチャ島を壊すんですよ。そうすることによって、もう一直線にユニットが壁の中にこう入っていくようなルートができちゃうんですよね。このね、ライドラとボーラーを使ったサイドカットからの主力投入、この辺がめちゃくちゃうまいですね。うますぎて、ちょっとさすがにこれ、私、今回のこの、合同戦、50人参加されてたんですけども、一番これが自分の胸には刺さりました、ものすごい興奮して、もちょっと言葉がね、先に出ちゃってるような感じなんですけども、それぐらいこの攻めは美しすぎて。で、ホグライダー、今出していきましたね。11時方面から出していって、ぐるっと、こう時計回りに回していく格好ですね。ガーッとですね。こんな形で。ただ、ヒーローパートが見ての通り、ここまで削りを入れていってくれてるんですよね。こうなってくれてるおかげで、かなり、ホグライダーのルートが限定されていって、今ここでグランドゴーデンがホグにスイッチしましたね。もうこうなってくると鬼に金棒。まだ、クイーンも多少生き残って、施設の破壊を手助けしてますんでね。これもかなり生きてます。テスラ森が3時方面にあったんですが、そこにはもう完全に、大量のホグライダーと、グランドウォーデンの、エナジーサークルかな。でそれプラス、ヒーリングの呪文で確実に潰していきますね。お見事です。あとはもうヒーリング1個、残ってますんで、ウィザードでお掃除を入れながら、最後、マルチチャイティのところでダメ押しのヒーリングを使って全開まで、お掃除タイムに行こうという格好ですね。非常にうまい。この最初のね、サイドカット、ちょっとね、もう1回だけ見てみたいと思うので、これ、お掃除終わって全開のね、星さん見たら、もう1回、振り出しに戻りたいと思います。後半部分はね、本当に綺麗なホグ回しなんですが、何よりも前半部分がうまいんで、あと、これ爆弾めっちゃ踏んでますね。ここ踏んでるんだけども、やっぱりエナジーサークルとヒーリングの効果できっちりね、ホグライダーが全部まとまって回復してるんで、それもこのね、最後のホグの残り方っていうのを、見せつけた大きな要因だったと思いますね。さあ、でちょっとこれ最初少し巻いた方がいいのかな。多分プランを考えてて少し出るのが遅かったと思うんですけども、ここからですね、バルーンを出してからのライドラによってここをきっちり潰していきます。で同じように、8時側もここを潰していく。でそうすると残ったのがここですよね。このアシャ島をどういうふうに潰して、最終的には、主力部隊をこういうふうに、ね、直線的に進ませるか。ここで出てくるのがまずゴーレムですね。ゴーレムを出していって、で後ろからバスター出したところでボーラーを使って一気にこう削っていきます。ゴーレムが竹取ってるんで、ボーラーはちゃんと、ノーダメージでね、ここ削りを入れていってくれますね。で、削りを入れ終わったところで一気にヒーローたちとボーラーが合流して中心部に入っていき、ウォールバスターに続いてどん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 中へと進軍していきますね。やっぱちょっとここ、1個ね、アチャトロが残っちゃったんで、ここにボーラーが引きずられてますよね。
あとゴーレムも引きずれちゃってますね。やっぱりこういうところがね、あの防衛施設1個残る怖さですね。ただまあ残りはあのしっかりね中心部に向かっていっているので、束になってレイジもかかって一気に暴れまくるという形ができてます。でこのままあとはホグライダーを回して全開というところですね。はい、こんな形です。いやお見事ですね。アミタイツーさんめちゃくちゃうまい。この序盤の入り方がほんと全てですね。もう何度見ても惚れ惚れするっていう感じでした。で、もう一本ね本日は見てもらいたいんですけども、こちらですね、メタボリックさんが攻めた、ホグライダーのアタック、こちらもね、ぜひご覧ください。で、これも実はねサイドカットなんですよ。めっちゃうまいのがここ見てください。まずはベビドラで8時方面カットしてますね。これも対空防衛が弱いところをついてのベビドラの付け方がお見事なんですが、ここにペッカがいるの分かりますか。このペッカがねすごいんですよ。なんでここにペッカ使うのもったなくねって、これ壁の中に入れてギガテスラに向かわせる方が絶対いいじゃんって思うと思うんですよね。でもそうじゃないんですよ。実はこれすごい理にかなっていて、今ちょっと見てほしいのはヒーローとかボーラーがみんなこれまた中心部に向かってますよね。要は壁の外に反応していないんですよね、これ。なので反応させないようにしっかりここのね、十字方面の、ゾーンっていうのを、ペッカを歩かせていったっていうことなんですよ。これがまたすごいうまい。で、あとホグライダーをどん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 ね、今もう11時方面、10時方面から出していってますね。これサージカル的に出してます。この使い方はタウンホール12ではあんまり見ないんですけども、綺麗にはまっていってますね。要は新しく出したホグライダーが、ターゲットを集めているので、そこにヒーリングを打つ。でそこに、先に出ていたホグライダーが追いついていって合流していく。この繰り返しですよね。で最後の深く、ちょっとねマルチ IT が怖いんですけども、まあ、ここに向けて、まあ、ホグライダーの量は結構万全な量がね残っていって、アーチャークイーンも生き残っているんで、あとはもう前回までは待ったなしっていう感じですね。一気にこの数の力でホグライダーのね数の力で押し切って前回まで持っていくという格好、お見事ですね。どうでしょう、あの今回ねこう2つの攻めを見てもらいましたけども、あのどちらもサイドカットがめちゃくちゃうまいですよね。あのもう一回このメタボリックさんのね序盤だけ見てみましょうか。あの本当にこの入りのところが全てだと思うんで、ここをねよくあの中に入っていくボーラーとかヒーローじゃなくて、周りを壊しているベビドラとか、あと、ペッカをねよく注目して見てもらえたらというふうに思います。はい、前回お見事でございます。さあもう一回いきましょうか。ここですね、序盤の入り、まずはここ、ベビドラでしっかりね削りを入れていきますね。ここのところ対空防衛が非常に弱いので、もうベビドラのもう天下ですね。さらにここ今ペッカが出てきましたね。このペッカがどん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 、進軍していって、ここまでかな向かっていく。でその間に相手の、アチャトーとか、クロスボウとか大砲のターゲットを取ってくれてるんで、中央の部隊にあんまり火力が向いてないっていう効果もありますよね。でこうすることによってしっかりと、中央に入った、ボーラーとかヒーロー部隊っていうのがまっすぐまっすぐこっちの、3時方面に向かってこう走っていってるのが分かりますね。こっちに目をくれてなかったですよね。全部こっちにこう向かっていった。このね、あの一方的な、進行っていうのを作る要因が今のペッカのサイドカットにあったというところでね、ぜひぜひあのこういうところにコストを使うとどんな効果があるのかっていうね、それをなんていうのかな、なかなか怖くてできないと思うんですけども、実践してくれている、まあ、攻めなんで、これはね、どんな攻めをするにしても参考になりますから、あの皆さんぜひね注目してもらえたらというふうに思います。はい、というところでね、ちょっと最後のところ、あとはもうぐるっとホグライダーが回っていって全開、まあ、一応最後まで見ましょうかね、せっかくなんで。あの早送りで申し訳ないんですが、お掃除タイムまで見ていって、このね、まあ、伝えたかったことはサイドカットのうまさですね。それができると、
ヒーローパートが伸びて、その後のホグライダーパートにつながっていくというところ、ぜひね、押さえてもらえたらというふうに思います。というところで、本日は失礼しますが、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では、本日はこのあたりで失礼します。バイバイ。